鉄血か。鉄血求めてえな。ユニオン今求めてんだよな。ただ、言うて、ユニオンを。なぜなら、なぜなら、三塁を今作ろうとしている。200経験値が必要。だから、三塁を求めている。そうだな。そうだな。なんか、エンタープライズはさ、本当になんか、私服、ダボダボの私服着てさ、家でさ、専業主婦やってそうだよな。エンタープライズ。本当に。なんかもう、共働きもしなさそう。私は外で、私は戦争に行くのが疲れましたわ、みたいな感じのことを言いそうだわ。ダボダボの、ダボダボの T シャツとさ、ダボダボのか、ダボダボのズボン履いてそうだわ。で、外行くときはさ、なんかよくわからん T シャツとさ、なんかあるじゃん。文字が書いてあるさ、やつ。筆で文字が書いてあるような服、T シャツあんじゃん。それとさ、ジーパン、ちょっとぴっちりめのスキニージーパンを、スキニージーンズか。スキニージーンズを履いて、一緒に外出てくれそうだわ。ウォースパイトのレベル上げしたら、UR の教科書でくるらしいよ。あ、ほんと？ウォースパイト行こうぜ。じゃあ、ウォースパイト行こう。ジャベリン。よしよし。ウォースパイト。ウォースパイト。歯が、ウォースパイト。ウォースパイトは？ウォースパイトどういった？クリーブ兄貴兄貴には盆栽 T シャツだけど、それな。これだ、ウォースパイト。レベル上げしよう。あとなんかレベル上げしたいのあった。こっちはサンディエゴ別にいいから。高尾もいいから別に。高尾はいいや。高尾は、あれ？ヘレナ、ヘレナ、どこ行った？ヘレナ、あ、いた。48だな。48、ちょっとこれ耐えれるかな。ハードモードに耐えれるかわからんな、ヘレナは。ちょっと、あれ？ヘレナは、こっちか。ダメじゃん。SSR に改造できたし。あ、そうなんだ。ヘレナこっちに来たわ。ヘレナは、あ、そうなると、ちょっと編成を見直さないといけないね。じゃ、ヘレナ行こうか。とりあえず。編成を、第二艦隊の方にヘレナを、つけとこう。次、そうしよう。